小さい頃からずっと見ていた番組なので、絶対に出たいと思ってます。はい、お願いします。ネタの方いきます。どうもー、コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカです。お願いします。ルミカのセクシーギャル。ありがとうございました。尖りすぎ、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 尖りすぎてる。見たことない、こんな尖ってるやつ。びっくりした。何や今の。コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカ、後ろ向いてへっへっへ、前向いておっぱい寄せる、こわ。なやこいつ、なんでこれを俺会議室で一人で見なあかんの。きつー、きつー。なんか何かしら伝えたいメッセージはあるんやろ、きっと。何か思うことはあるんやろ、きっと。世の中に対してというか、なんかこうクソったれみたいな気持ち多分あるんやろ、あるんやと思うねんけど、なんかあのもうちょいどうにかならんかな。今のままやとちょっとどうしようもないから、あの調節してもらって、あのテレビやから、あのもちろん、放送コードとかもあるし、正直その視聴者さんの気持ちとかもあるから、ちょっとびっくりした。なんかしらこう芯というかパッションがあるコーナーやと思うから、勇気は買うから、あの来月また楽しみにしてます。コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカです。セクシーギャル。ブリブリブリ。怖い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 、ほんまに怖い、ほんまに怖い。なんでこれ一人で見なあかんねん。怖すぎる、怖すぎるって。コンプラ無視のセクシー姉さん、後ろ向いてへーへー、うんこ中指、体でできる悪いこと全部やってる。怖すぎる。どう処理してねんこれ。なあ、あのメディア出る気あんのか。何が目的や。俺に対して何か思うことあんのか。何かぶつけたいんか。正直な、何か芯があるかやと思うから、そこは俺買ってるから。何かメッセージがあるんやろ、世の中に出したい。せやろ、じゃないとあんな無理やもんな、でけへんもんな。あれやれるガッツがあるってことは、君なんかある子やと思うから、俺それ信じるから、来月頼むわ。レベルをどうにか調節してくれ、待ってます。コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカです。セクシーギャル。何やお前は、何や、何が目的や、何がしたいお前は、何やお前は、怖いねん、何や、なんでこれ一人で見なあかんねん、なあ、毎月毎月、何が目的や、俺が何かしたか、俺君に何かしたか、なあ、勘弁してくれ、ほんまに、今の、どこやったらできんねん。どこやったらできるやつや今のは。なあ、怖すぎる、怖すぎるよ。何が目的や、頼むから抑えてくれ。何かメッセージあるやろ、世の中に出したい。せやろ、コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカとして訴えたいことがあるやろ。頼むから適切なレベルにしてくれ。俺お前のこと信じてるから、来月待ってます。
コンプラ無視のセクシー姉さん、ギャルルミカです。お願いします。ルミカ、この前駅で切符を買って入場のところに入れようとしたらあんまりうまく入んなくて、なんでかなって思ったら、その入れるところじゃないちょっとタッチする方に乗っけてたみたいで、あ、ついついボンミスしちゃったって思って、セクシーセクシー、ルミカ、この前キッチンカーでホットドッグを買おうと思って、ホットドッグ一つって言ったらキッチンカーの人に無視されて、なんでなんだろうって思ったら、そのキッチンカーのそのお店の人がいない側のそのじゃない方キッチンカーじゃない方でホットドッグって言ってて、そのキッチンカーの方ならよかったのに、そのキッチンカーじゃない方でホットドッグって言ったから聞こえてなかったのか、まあ違うなと思われたのか、まあ回り込んでキッチンカーじゃない方じゃない方っていうんですかね、キッチンカーの方って言えばよかったなって思いました。セクシーセクシー、何かこの前カラオケに行って、何の曲を入れようか入れようかっていうか、そのまあ入れるんですけど入れるんですけど、まあ、入れたっていうと過去形、まあ過去のことなので入れたっていいのかな、入れたんです、曲、そのなんか入れた曲の、あ、でもその入れたっていうのはそのあっちです、そのこっちのタイプ、昔のじゃないから電木だから送ったっていう感じなんか送った、ここの送信って書いてあるから送った、信じた信じたんですけど、そしたらなんかピッピッピッってな、こっちは鳴ってる、電木が鳴ってるのに向こうに行かない、なんかそので電気が届いてない、でなんかこっちはセクシーセクシー、どうもありがとうございました。何が目的や。見たのか。見たなら見てけよ。